ファンタグレープの背景だ。ワールド7、水。7の1。あ、ここもなんか覚えてるね。頑張ったらいきなりクリアできないかな。よし、行ってみるか。行くぞー。ほっはっ、できるね。できちゃうね。 RTA には良さそうな。超 RTA っぽくね。はい、クリア。テレタタタタン。まあやるけどな。はい、ということで中から飛び降りろ。いくぞー。うん、そこに行けってことか。ピー、ふんだ。おお、開いてんじゃん。戻らないタイプ。一つ目ゲッチュー、一つ目ゲッチュー、真心ビンゴ。お、尻尾でも倒せ。尻尾がボロボロだよ。毛づくろいしなきゃ。どっちだ、ハズレはどっちだ。まあ、ハズレっつうかスターコインがあるのはどっちだ。倒せんのか。お前思ったより弱えな。ワニ、ワニ先生。これは上にある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 とは言ってる。そんなものうんないよ。いら。上に参ります。なんかありそう。時計か。タイム。こんな晴れた日は二人で丘に登ろう。中間なんかすごいでっかい。どういうこと。やっちょ、これは奥が奥さん。間に合った。どこ行くねん。まあいらんから取りに行かんけど。ねえ、こんなに残機あるのに使ってしまうわけないよね。ってフラグは立てとこうかな。スペシャルステージはね、最後までやった覚えがないっていうか、まあ通常ステージすら覚えはないんだけども。わかりやすい。あれ、意外だな。あれじゃなかった。よし。あいつ降りてきやがった。ないな。待てよマリオ、僕を食べて魔法少女になってよ。タヌキじゃない、猫型ロボットだ。下はいけない。ん？あー、びっくりした。あ、これいけんじゃね、もしかして。
こいつ体伸びてんじゃなくて移動してたんだね。ありそうだね。ほら。で、2個目。お、なんか罠ありそうだな。知ってるぶっせえな顔しやがって急にディスる。さあこいつやれんのかな。やれんのか。ケツを焼いてみよう。待てよしよし、やめてやめて。倒すことはできんみたいや。ほら行くぞ。こらうれうれうれ、ごいよごいよごいよベネット。ほらほらち、なんだまだ下がらんのか。こら、あ、時間が。もう1番目取ってるんで1番下でいいっす。いやそうなステージだな。こういう微妙に斜めに入られたステージさ、真右でいいのかちょっと斜め右を押さなきゃいけないのか分かんなくなるの嫌だよね。行くぞ。またお前か。一脚はいらないです。このステージもね、なんか記憶には記憶にはやったって記憶はあるけど、ああどんなんかは、あー全部動くやつ。緑と赤が中間点なんだ。赤ペン先生かな。違う中間や。お、最後の一つも見つかった。あ、すごい覚えてる。これ確かこのまんまラストじゃないっけ。あ、そうでもない。このまんま最後の旗かと思ったんだけどね。そんなことないよ。自分で角度を作って、うわっ。うわっほい。うん、スムーズ。そしてキノコね、キノコの家はストックしとこう。そしてブラックボックス開放。これはマリオがピョンピョンしそうだ。なんだっけ、キラービーギャラクシーだっけ、ハニービーかキラービードラクエジャールマイジ。今目撃ちょっと怪しかったね。チコイン。あれと無事。これね、思ったより止まらんだよ。なんかありそうやな、これ。
こいいな。まあまず先にこのクソ邪魔なよっと。いまいちだな。1枚目これはなんかありますね。マリオはいつだって楽しそうだな。お、時計はなくても大丈夫。この振り向き時点の加速のなさはやばいな。これは中間、2個取って中間の安心感は異常。さーてねえムーミン、こっちも行っていない。ん、多い。多いな。何ももらっても。これか。なるほど、登れと。登れと申すか。あえて敵の方に。なんかぬるかったね、3個目の場所。どう考えても取り逃すような場所じゃない。例えば俺のマリオカードの乗り物こいつだったな。ああなるほど。これぐらい。ああ微妙なとこだな。これも、もう一個ぐらいいけるな。いけた。あぶんね、今戻ろうとしたせいでかえって危なかった。疲れを感じる前に休むのじゃ。疲れてから休めばいいと思う。なんかぶっ壊れてる時計台、チクタクロックかな。うわあ、すごいとこ来たな。なんでばらまいてんの。事故です。いいよ、ポイントがいらねえ。あ、ボムヘー。尻尾欲しくなってくるよね。早めに飛べ。怖い。だいぶ早めに飛んだのに結構ギリギリだった。取った後真下で大丈夫だな。動く足場は怖いっすね。スニッカーズみたいな足場が出てる。どこが奥が見えない。どこ正解か全然わからんな。
しゃあない、とりあえず手前から行ってみますか。つながって、うーるるびっくりしろ。はいよー、中でつながってたわ。全然奥行きわかんねえなって思って。あ、そういうことか。え、今右に降りてたら死んでたってことか。奥行きが本当に怖い。怖い。汚いか。一応今は1個目スタート。上か。あっ、壁なかった。気を生かしたステージはね、怖いです。よし、中間2枚取って、中間は安心するって言ってるだろうが。こっち帰ってこねえな。よっ、帰れ。最後の1個どこだ。左に行って下だな、これは。奥行きステージは嫌っす。嫌っすよ。あとはクリア。あ、行くぞ。ほっ、まあそんな気はした。尻尾取ってからにしよう。予想外すぎたね。あの、俺が乗ってから切り出すって思ってたからさ。そしたら乗る前に切り始められるとは思わなかった、今。ほい。思ったより切るの早いんだね。匠の技が。奥行きはやめて。オッケー、尻尾。このゲームはね、この奥行きプラスこの止まった瞬間にジャンプしたら、よ、あの加速度が一瞬なくなる、この2つの組み合わせで死ぬことがほとんどだね。2個目かな、あれ。よし、次には当たり判定。このノコギリ自体にも当たる、このこれこれ、ほぼゼロ距離ジャンプになっちゃう、この当たり判定。まあダメだ、待てない。気づかなかった今。あ、そこが落ちるんだ。
左に行かなきゃダメじゃない？OK。そういうことね。あれ？普通にあそこから上登れると勘違いしてしまったまあいいや、ここで尻尾をゲットしとけばだいぶ楽になる。よし、まあ尻尾あるとね、こう飛ばなくてよくなるんで。意外とこのノコギリ君の当たり判定がでかい。当たっちゃうんだ。もう一個置くか。普通にこれ高さ的にはいけるんだなって思ってたんだけど、いけなかったですねあー、まためんどくさそうな。いや、これあったら関係ないねやっぱ尻尾最高っすわ。でも、3D ワールドだとやっぱピーチかロゼッタっすよね。さあ、上から行った方がいいのかな、これ。ここ尻尾ないとだいぶきつそうなんだけどね。まあ、正確にはね、これは尻尾じゃなくてタヌキスーツなんだけど、つい尻尾って言っちゃうんだ。さあ最後は船。最近プンプンばっかだけど、どうだ、ブンブン来るのか。あ、ダブルかな、ね。マリオあるある、ボス使い回してどっかのタイミングで2体同時になる。ごめん、ぬるい場所に。2体配置しとけばええやろって雑な、あのね、メタロイドにもあったねブーメラン、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 ブーメラン。ブーメラン使いというドラクエの主人公は。今ね、知らないうちに死にそうになった。いやー、画面端、ブーメランなくなっちゃった。これ上だ、逆か。お、逆か。いらない、ないです。あ、尻尾はね、残しておきたい。ブーメランないですか。どうせ2匹同時でしょ。これはあいつ上がってこれないみたいな、上から倒した方がいい、ね、2匹同時にしないとね、 RTA 的には大変なんで、これは RTA ではない。あいつ登ってこれねえぞこの血管バトルフィールドを作ったのは誰だあいつ、あ、バトルフィールドが下がった。
ど、このベイブレード会場ちょっと広すぎ、よくわかんないからね。襲ってくる。じゃあの、おいじおいじ、でもいらない。お、長いの。いらねえよ。よし、はい、クリーン。あっと、最終ワールド行くぞ。お、ドラゴンなのかな。手紙来たよ。あ、再度捕まっている。さすがクッパだよ。助けてば行くぞ、ワリオエンタルラディ。